We'll be starting in just a moment.大爆笑系で、うん、うるさい。ああ、そうそうそう。釣れなくなっちゃった。釣れなくなっちゃった。釣りだから静かにして。あ、でも僕のせいだと思います。そうそう。まさかそっち系の歌が来るんだね。存分に歌っててよろしいよ。僕はこうやってパチッてやったら全部歌ってくださいよ。いやー、楽しさが増えた今日。やる気になっていただきます。いや、もう本当帰ろうかなと思って。いやー、これ多分絶対に切られてるもん。わかる。しかも日に日に結構きつくなってってるから、これハス。ハスって言うんだよ。イエーイ、ハス釣れた。はい、綺麗。バイバイバイ。これやばい、マジで。どうしようもできん。もうどうしようもできんレベルになってる。地獄絵図。地獄絵図からの何も絵図。前どこ行った。映像は残らず。Heaven is all I see.あ、こちら、ちょっと歌ってもらいますね。いいです？すいません、ちょっとここやらせてもらいます。行ける方向、いいですか？はい、すいません、失礼します。あ、すいません。ここはね、ハイプレッシャーエリア。あ、すいません、申し訳なかったです。すいません、鳥さんがやっていいって言ってました。ありがとうございます。はい、よかった。ここ覚えるしかないかな。うわった、おっしゃー出た、おっしゃー出た、巻いてきた、おっしゃー出ないで、おっしゃー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 、出ない、おっしゃー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 、うわあ、あそこに入ってこないよ。よっしゃ、まだか。まだや、めっちゃ行く。
スーパーシャロバ。絶対取るぞ。よっしゃー出たーブロック。うわー出たね、シャローにいたよ。うわーでかい。うわーちょっと休んでみるか。あらーったーブロック入るぜ。アベンジカフェ。結構あのこのプロップはアクションしても、ゆっくり巻いてもどちらもしっかり反応してくれる。ミニットバーのアクションにすごい反応させやすいルアーになってるんですけど、使い用途的には、まあ、例えばものすごいこうやってウィードが濃いエリアでルアーを気づかせて釣りたい場合っていうのは投げて着水してしっかりスプラッシュをかけて、である程度こう食わせる間を持たせてあげて、あとはブルーギル、なんかちょっと動きの遅いベイトがいるとこは今みたいにアクションをかけて釣ります。で、逆にこういう河川系とかのミンレッドで浅いエリアっていうのは投げてアクションしちゃうと下にも引っかかりやすくなったりとか、あとはあのプレッシャーをかけやすくなっちゃうんで、初めはとりあえずゆっくり巻いてみるっていう使い分けをアベンジプロップのこの80っていうのはしてあげると最も効率がいいで、こういう、まあ、ビッグフィッシュがすごい多いエリアなんかで使うときに、どうしてもイフリートの 67M だとウィードに巻かれたりとかパワー負けしちゃうんで、今回はイフリートの D64MHR、 ちょっとこうバットでしっかりパワーがあるロッドで、なおかつアクションをかけやすい64っていうのを選びました。で、あとラインなんですけど、ラインが普通はナイロンラインの20ポンドとか25ポンド使います。なんですけどさっき出方がボーンって出るんで激しすぎちゃって、ナイロンだとルアー自体が、まあ、ナイロンラインも軽いんでルアー自体が飛んでしまうっていう危険性があるんで、今回はわざとフロロの16ポンドっていうのを入れて、使用してますっていう感じで、タックルバランスも細かく考えながらやるとよりキャッチ率が上がる。
スパスパスパス。よし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 。よしよし。おー、ナイス。よかった。イェーイ、トップ。ラブフィッシュ。おー。はい、トップフィッシュ。フロートからね。ちまっ、この手で乗ったみたいな。よっしゃしようかなと思ったら、興奮してポーズで。最高。いやーすごかったね、足元ドワーッ。でもね、足元にはちゃんとこうやってウィードが水面まで来てます。で大半出てるのはエビモの束の周りにある、エビモの周りで出してる。で最後のやつとかはもうこういう房持っていてまばらにあるところを足元までアクションしててキューッてやったらブワーッて来ました。なんで足元までやっぱトップウォーターは気が抜けないんでね、アベンジプロップ、これからいい季節になるので、ぜひともね、みんな、楽しい釣りをしていただきたいなと思います。いやー、楽しかったなー。